そう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 。入ってる。ちょっとちっちゃいかもね。ちょっと待って。あげた方がいいか。気になってしまった。左のガラス見ていい。来月のメニューなんかモフモフ系のメニューになりそう。あきちゃんごめん。音ちょうだい。ここへ。あれだ、マイク近づけてガーって言っちゃっていいからね。はい、お茶ルト。おかみの。5月の道玄坂登り。どんどん。イエーイ。5月の鯉のぼりにかけまして、道玄坂登りと。さて、なんだっけ。やろうやろうということで踊るポンポコリンやるけど、おなんとあれは何か桜ももこに関する、あ今日珍しくね、おちゃるが何にも調べてきてないんだって。あまあね、おちゃるペディアがあの86年創刊は調べたけど、アニメが90年。私ねあんまりそっち系は分かんないんだけど、この曲が元ネタがあるっていうのだけは知ってる。ああ平成なんだ。にゃ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 ってわかんない。洋楽？洋楽よ。これじゃん。オーディアンズオブギャラクシーじゃなくて。あれ？ああはいはいはいに流れてた流れてた。ああ確かに言われてみればそのまま。元ネタらしい。へえ。あ確かに似てるかも。へえ。そうあと近藤房之助が大好きっていうのが、だから今日うちあるの愛の手にすごい。あその BB クイーンズの方ね、近藤房之助さんね。近藤房之助さん大好き、うん、あまあ、小平さんとしてはあの作曲した小田哲郎さんが好きかな。哲郎も大好きだね、うん、あのなんだっけ、小田哲郎チャンネル見たらあの桜ももこう、いやこんな歌詞作詞書けねえよなって褒めてた。ああの3分トーキングじゃない。そうそう3分トーキング、はい。えこれって小田哲郎さんが作曲なの？へえ、そうなの。であれだ、あのボコーダーを入れたりだの、あのピヒョロリロパッパとかあの笛、うんうんうん、あれも全部小田哲郎さんがやったんだって。へえ面白いなあ、ね、というわけでぶっつけ本番踊るポンポコリン、ワン・ツー・スリー・フォー。忘れないエジソンは偉い人。
イドル本国オリンでした。おかみでした。うじゃるでした。どうにかなった。やったもうね、あのなんだゴールデンウィーク中はずっとこれが頭の中にひたすら流れてる。タラリラタタ。あの CD 版を聞くとですね、かなりあのブレイクがいっぱい入ってて、でしかもあの途中大サビ入る前にあの2拍で入るところがあったりとか、これはどうしろというのだみたいなね。で実際のそのライブ版の動画を YouTube で見たら本当にそのままやってた。いや器用だな BB クイーンズはと思いましたと。では引き続き、小平猿で参りたいと思います。ここから15分ね。さてと、前回、皆様に初めて お目にかかるじゃないけど、初披露したロック居酒屋の歌をですね、あロック居酒屋のブルース、うん、っていうのを多分後でみんなでやろうっていう時間にやると思いますんで、ね、せっかく自分が作った曲だからあのどんどんアピールしていきたいなと。あの人生初の作詞作曲なんだよこの曲が。そうそうそう、それまではあのかたくなにねカバーしかやってなかったんだけどね。というわけであれだ、ロック居酒屋のブルースを覚えていただきたく思います。あの C、あ違う G、C、D、あと C シャープ、この4つしか使いません。 C シャープも入ってんの？あのそっていうところだけ、うん、非常に簡単な、コードを用意しましたので、あのギターができる方はどんどんいろんな合いの手をサクサクっと後で入れていただけると幸いでございます。というわけで、ロック居酒屋のブルース。渋谷に渋中で降りよう、道玄坂を登ろう、眼下斜めの2階階段登ろう、ドアを開けよう、月に一度のロック居酒屋、限定メニューを食べよう、隠し味を探そう、毎回レシピが変わる、カレーを食べよう、ピザを食べよう、500円からロック居酒屋、好きな歌を歌おう、みんなの歌を聴こう、歌もお酒もロック居酒屋、みんなお家に帰ろう、終電時刻を調べよう、楽しいひとときは短い、ゆっくり足元気をつけてね、また会いましょう、ロック居酒屋、ロック居酒屋。ロック居酒屋のブルースでした。というわけであのロック居酒屋常連の方々はぜひですねロック居酒屋の丸々をいろいろ作っていただけると幸いでございます。ロック居酒屋メドレーをメドレーコンピレーションですね。さてと、15分か、ちょっと今日はじゃあ久しぶりな、特集じゃありませんが、某歌手をちょっとフィーチャーしてみようかなと思いまして、まあツイッターで、なんだ登録してる人ではあるんですが、松崎しげるの次に、
肌が黒いアニソンシンガーの人がおりまして、山形幸男さんという人なんですけど、で、誰だと、この人が今最初の方に歌ったアニソンを聞くとですね、意外と分かる人は分かると、最初はトッシュって2人組で歌ってた、やっと出たまんの歌で始め、そう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 、やっと出たまんの歌を歌ってた人なんですけども、その後ですね、あの2000年くらいにガオレンジャーっていう特撮の、オープニングをガオーとか歌ってたんですけども、その時はですね、もうあのなんだ、髪がウェーブかかってて、で、あれだ、すごい真っ黒に日焼けしてて、それで多分ステージ衣装はあれだろうな、上半身裸に、白くて長くてでかいもうふもふを首に巻いて白い帽子でギャオーとかやってたんで、あの子供が泣いたってウィキペディアに書かれたっていうねうん、まあそうだよなみたいな。ただこの人のあのツイートを見るとすごくね穏やかな感じなんですよねっていう、まあ有野さんの番組も出たみたいで、真っ黒すぎてごめんなさいとか言ってましたけど、まあ日焼けして、あとバーボンで喉を焼いたらしいですと、まあ昔からやってる人らしいですけどね。さてと、やっと出たものの歌やろうと、あ、やった遠く耳を澄ませば聞こえるあの笛の音、じんと勇気が迫る正義のメロディー、剣山流れる時を渡って登頂、剣山きらめく通り十尺はどこの空、おえおえヒストリー歴史の後先、暦と二人心合わせ、読めば来たぞ来たぞ大巨人、走れ走れ大天馬、タイムカイドタイムカゴでやっとやっとやっと出たま出たま、波のような笛の音、凛と瞳が迫る正義のメロディー、剣山仮面にマントひらめき登頂、剣山眩しい通り十尺はどこの空、おえおえヒストリー歴史の後先、情と鍵と二つを合わせ、呼べば来たぞ来たぞ大巨人、走れ走れ大天馬、タイムカイドタイムカゴでやっとやっとやっと出たま出たま、やっと出たまの歌でした、という感じで、やっと出たまんの歌とか、あとはこのあと J9 シリーズとかでいろいろな歌を歌ってたりしますと。でその中でですね、まあ、さっきガオーとか言ってたんですけど、この人の歌ってる中でですね、割と数少ないと思われるですね、しっとりした曲をちょっと最後に歌おうかなと思います。銀河シップサスライガーっていうですね、1983年4月5日から84年の1月31日まで全43回やった中で、80日間世界一周旅行って昔小説というかあったと思うんですけど、これをフィーチャーしてるアニメがありまして、
まあ、ルパン一味にそっくりな4人組がですね、あの汽車緑色の汽車ポッポの形した宇宙船に乗っかって太陽系で1年の間に80カ所トライするっていう、今じゃ考えつかないだろうねこんなアイディアね。うん、まああれだ、あの作画は安定しないんだけど、音楽はかっこよくひたすら流れてて、で、声優たちがあの小気味よく喋って、まあ楽しめるっていう、ちょっと大人向けな作品な感じでっていうのが80年にあったんですよ、 J9 シリーズって。説明すると長くなるから繰り返していこう。でこの曲というか、あのサスライガーの音楽をやったのがですね、あのさっきのジブリじゃないけど久石譲さんなんですよ。そう、久石譲さんがジブリとかをやる前に手掛けたアニソンというかアニメがサスライガーだったりしますと、この前のシリーズは山本正幸さんのやつなんですけども、というわけでドラゴンズの人、うん、あの人 中日というか名古屋の人だからっていうので、まあちょっとしっとりとした曲で締めようかなと思います。なんだ、80カ所のトライやってる途中に、寄った星でお祭りをやってて、そこでひたすら流れてた曲っていうこの1週間しか流れてないんだこの曲が。またでもね、いい曲なんだ。恋人たちの星祭り、ワン、トゥ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 ルルトゥトゥの星祭りでした。宮島さんありがとう以上小平猿でした。楽
っこいい久石譲さん。さあちゃんどうもありがとうございました。最後の曲久石譲。久石譲さん。やっぱりすげえいい曲っすよ、ね。すごい。ガオしか歌ってない人も一週間しか流れていなかった曲。すげえ。挿入歌なのそれは。挿入歌。一週間だけの挿入歌なの。その一話だけ流れ。あ、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、終わった。さすが久石譲。